どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。トロール平凡で普通なコース、説明文にじっくりお遊びください。投稿者が明日朝起きたら消すと思います。グッドラック。欠陥あっても再投稿しない。ここは学校かな。投稿の文字が違うんだよ。まあわざとそうしてるかもしんないんですけどね。でこのコースは 3D スキンのトロールコース。 3D のトロールコースって珍しいから意外と見たことない罠があったりするんだよね。それが楽しみなんだけど、欠陥が起きやすいスキンでもあるんですよ。大丈夫かな。ねえやり直しさん、欠陥はね説明文の投稿からして起きてんのよ。コース自体は大丈夫かな。うるせえからとっと始めろ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.39%。 そういや iPhone の新作が出たね。 iPhone 勢からしたら iPhone 出るたびにめちゃめちゃ欲しくなんない？新作のカラーとかめっちゃ可愛いんだよな。アクアマリンと確か緑っぽいやつ、その緑っぽいやつがね僕めちゃめちゃ好みでさ、ていうか音楽がないんだけど。このコース無音なの？開幕音は、まあ音があったところで僕の声でいつも消されてると思うんですけどね。この熱狂が、あ、どうもこんにちは。いやこんなこと言ってたらさ、ピオキングさんの動画って BGM あったんですかってめっちゃみんな分かったぜ。今日は隠しブロックが大量のコースなんじゃないかな。まあ、投稿者って名前を間違えるような人が作るコースではありそうだよな。めちゃめちゃっすね。もうさっきからネズミ多くないか。いやいけるいけるか。ねえ頼むって、せめて BGM は鳴らして。みんなの耳には届けなくてもいいからさ、僕の耳には届けてよ。ずっと無音でやってる気持ち分かってくれよ。ビーヨンはいいんだよ。ビーヨンじゃねえんだよ聞きてえのは。ちゃんとマリオの BGM が聞きたいのよ。っていうかこれさ、チビにならなきゃいけないんじゃない？ですよね。そもそもいつも出してる動画の音声と BGM のバランスがちょうどいいか未だに分かってないんだよね。端末によって全然違うじゃん。例えばテレビで見るのとスマホで見るの、そのスマホでもさ、 iPhone で見るのと Android のどれかで見るのも全然違うんだよね。だから誰かに合わせることっていうのはマジでできなくてさ。なんでジャンプしてんだ俺のバカ。だがあそこに鉄球があるっていうのが分かった。出して右のブロックを壊す。そうなんじゃないのか。一番右のブロックを壊したかったんですけど、鉄球を出すのはダメだ。さっきバネがここに来たから進路が塞がれちゃうと思うんだよな。でこのハテナブロックはフィッシュボーン、フィッシュボーンからのフィッシュボーン。いやもう大体分かってた。右2つがフィッシュボーンだったら大体左もフィッシュボーンだよな。なんで3つ同じの置くんだろうな制作者って。うわこれ右の10個にとっていいので、ハテナを叩いたら塞がれちゃったけど、また大腕左には戻れだ。じゃあどうやって行くんだろうね、左のワープブロックのところに。一旦この土管に入ってってみようか。こっちが正解っていうこともあるもんな。さあこっちは何なんだい。オンオフかける2、ヒントみたいだね。でストップアンダー10回。うるせえ。みんなやり直したいからやり直しを食らいまくってるよ。その名前は人に与えるためにつけたのかい。やり直しよ。オンオフを2回して50コインの下から行けって言ったら、このちくわブロック以外にないと思うんだけど、降りた瞬間右してみようか。あ、これでいいのね。みんな iPhone 買う。急に雑だ。いや僕ね iPhone16 買おうかなと思ってるんですよね、緑のやつ。アクアマリンとめちゃめちゃ悩んでるんだけど、いやどっちも可愛いよな。え、これ何、待っちゃったらいい。チューララジャンプだ、ジャンプ連打しておこう。これで大丈夫なんだろって、チューララちゃん、さっきは何やったとか分かんないんですけど。右に来たけど大丈夫、これ叩いてもいい。ブス混入すんな。このコース難しすぎやしないかい。お兄ちゃんちょっとだけ困ってるよ。もうちょっと手を抜いてくれてもいいんだけどな。なあ親父もそう思うだろ。起きろよ親父。賛同してくれよ親父を。起こそうか。この爆弾を爆発させれば親父は必ず起きるはずだ。さあ起きろ親父。親父。やめて。そういや親父を起こすで思い出したんだけど、僕人を起こすのがマジで苦手なんだ。ここはピンスイッチが鳴りやんで進めっていうことみたいですね。で朝起こすのが苦手な理由って、僕朝がめちゃめちゃ得意な方だから人に起こしてってよく頼まれる方なんですよ。でもさ、そういう人って起こしたら起こしたで、あーまだ眠いんだけどとか機嫌悪く言うじゃん。こいつぶん殴ってやろうと思って。
思うわけなんですけど、まあよく人をね起こす立場の人はわかると思いますこの気持ちが。というか鍵がないんだけど、鍵この上行けってか。誰だお前。まあ人によってはねすごく可愛いと思いますよ。あ眠いとか言いながらちゃんと起きてくれる人なんてね。あれ僕もう親になっちゃってる。なんか親の気持ちなんだけど、親っていうのはこういうもんなんだろうな。子供いないし分かんないけどさ。じゃあ石井エイジが左に行ったら鍵が手に入った。さあ鍵ドア入ります。で次はどんな罠が来るの。またとんでもない罠が来るんじゃないの。いきなり隠しブロックがありますみたいな。うん、なさそうだね。じゃあこの上。高企画の制作者は。そういやいきなりなんですけど、僕今台湾にいるんですよ。超唐突だよね。いや最近さ台湾に行きたいわんとかいう証もねギャグ言ってたと思います。で本当に行きたくなっちゃって、もうそこには行かなくていいんだって。行きたくなっちゃって、まあ行こうかと思ってね台湾に来てるわけなんですけど、まあこれはね台湾に行く前の収録で、その未来の僕が楽しんでるかわかんないんですけどね。えこれ何何があるの。バブルがあるだけ。ふざけるな。帰ってきたらお土産話をするんで待っててください。僕のしょうもねえ雑談でいいのであれば。いやここ上まあ隠しブロックあるじゃん。で左にもなんかいるしさ、困ってんじゃんか。ドンケツがさ押して、あこれいけるんじゃない。ねなんかいけそうだよね。ドンケツが右に押した瞬間上に行ってみようか。いやもうちょっと押してくれよ。そうそうそう。で上に行く。いや隙間ありそうなんだよな。押す。で上。よっほっほっほ。うますぎねえ。そういうことは初めから言え。緑の土管に入れっていう感じだったね。ならドッスンを左に持ってこさせて、ここ下から行けんのか。あ、いけんじゃん。で、緑の土管に入ります。いや、そろそろ中間ポイントマジで欲しい。またヒント、ヒント多くない。ウェイトアット、ちょっと待って見えない。オンザコイン、コインの上で待ってろっていうことですね。アンドゴートゥー土管。いやだね。コインの上で待ってて、その後に青土管って言ったらここだよな。ここで待ってればいいの。いや無理じゃん。あんなところにドンケツ来たら絶対入ることできないよな。え、どうする。キノコが出てきてくれんのか。なるほど、土管入ってんだ。次は黄色の土管に入らんようにしようか。でブロックを壊したら土管に入る。でもこの先ってさヒントじゃなかったっけ。あやっぱヒントだよな。これ下に行けばなんか、あ、ドッスンがブロック壊してくれるんじゃない。いや違うんだって。緑と黄色の土管どっちだ。緑の方に矢印が書いてるね。なら緑の方に行っちゃおうか。こっちで大丈夫かな。ニブドイチェ頼む、会ってくれ。っていうかそろそろマジで中間ポイント。中間じゃん。何も来んじゃん。絶対何も来んだよ。オンオフをしてすぐに中間のボタンに。やったいやこれねマジでめちゃめちゃむずいのよ。ここでいいの。なんだお前。まあでも中間ポイントからですよ。さあここからどういくか。上には行けそうにない。じゃあ一旦このトゲソを避けてみようか。トゲソを避けて左下に投げろみたいなこと書いてるね。こっちでトゲピョー。分かった、透明土管だ。この透明土管の方に入れたら何か変わると思うよ。ほらほら何か変わってる。でどこに、あ、この上の土管に入ればいいちゅうことね。いやマジでそろそろ音楽欲しいところなんだけど。それやめた。でそれやめた。絶対なんかいるでしょ。パパ飛び。この P スイッチが鳴りやんで上に行きます。なんで笑いが出ちゃうんだろうっていうぐらい本当に難しいんですよこのコース。もうやってみた方はねマジでわかる。なになに、鉄球ちゃんがいっぱい出てきてますけど、左から行けってか。でもこっちから行けないわ。いや待てまたアバンチャールないよ。トロールコースを作ってる人に問いたい。トロールコース作ってる人ってさどういう気持ちで作ってんの。ゲーム説教者がさ。あ、ゲーム説教者は俺だけか。ゲーム実況者がさ苦しんでる姿を見たいのかな。さあオンオフをして、このパックンを超えるということですね。こんくらい簡単に超えれますよ。さあ上の透明土管に入っていきます。ノーじゃねえんだよ。あ、右下に行けってこと。鉄球が出てきたけど、この敵は何をしてくんの。いやこれ右下に行けばいいんじゃない。ね、なんかそんな気するよね。ネズミがって言おうとしたけど、一旦下見ておこうかなと思った矢先これですよ。説教書舐めるんじゃないわよ。あ、生きてて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 、
るぞ。ここどうすんの。すぐ上に行けってか。どうすんの。分かったぜ、右にダッシュだ。常に右ダッシュしてすぐ上に行く。オーケーオーケー、時間の問題だったのか。で、この上に行きましての、なんか邪魔されたけど、これ右の方から行けないかな。右行けない、左行けない。じゃあどうすんの。で、我慢なんじゃない。頼む、降りてやる。捕まって、そのまま降りてよ。カバン発見しました。この上に行っちゃいけないんだよな。ブロックの中はコインか。このボム片を着火させたいんだけど、ピンポンって言われた。なるほどね、こっから上に行けるっていう感じだったのか。じゃあこの、ただ皆さんご存知の通り、この上には石エッジがいます。この石エッジを一旦動かさなくちゃいけない。で、もう一回動かしてからあのネズミを倒すでしょ。ドスも一緒にいなくなってくれる。で、このドアに入れっていう感じか。隠しブロックが、アンパンマン助けて。一回隠しブロックの場所さえ分かればもうこっちだもんなんだ。こいつをヒップドロップして叩いてみる。マコン以外ないよな。鼻くそ以下の俺の技術。ガチでわざとじゃないんよ、そういうボンミス誰でもあると思います。さあ次は。急にうるせえって、何お前走ってくるとかそんなのあるどうせやるかと飛んでくるな。いや今のは面白いわ。じゃあすぐ左に行け。いや左に行ってもダメだよ。え、これどうすんの、これマジでどうすんの。オンオフしてみようか。オンオフすると、オンオフをしてすぐあの土管に入れっていうことね。いや、でも左にも行けるようになって、で、鉄球が出てきてどうするんだろうね。右に進んでって、なんもないんかい。分かったよ、スピード勝負だ。早くオンオフをしてあの左下の土管の方に行けばいいんだけど、間に合うかな。なんか腹立つからそれやめろ。これめちゃめちゃ難しいんだよね。ちょっと集中していい。オンオフして、あいつが来ちゃうからさ、これゆっくり下に、オッケーオッケー。で、下に土管に入れませんね。え、土管に入れなかったらどうすんの。これ左に行けばなんかあるんかな。いや、鉄球がヒントになってると思うんだよね。あの鉄球が来る、あ、もう一回ドアに戻れっていう感じなんかな。ねえ。もうこれやめてって、もう。また最初からやり直しなんか。いい加減にせー。戻ってきたぞ。もう2回もやり直ししてる。もうここに来るまでに本当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 にしんどいからね。さあブロックよ、壊しておくれ。扉の先、何が変わってるのか。その先を見せてごらん。時間ポイントに合わせてごらん。ボブちゃんはいいんだよ。で、これ下に行くっていう感じなのかな。あ、やっぱそうだよな、下に行きます。で、この先マジで中間くれ。中間中間、あ、こっちでよかった。え、これどこ行けば、上上上。絶対この土管だ。まあここでやられるだけだったらいいんですけどね。何これ、死にたい気分、ここに来て。もうやめねえって。しかもめちゃめちゃむずそうじゃない。これはどういう感じなんだろうな。上に行かないように、あ、分かった、これ風についていけっていう感じか。でもさ、これ水面からこうやってね、ジャンプして出ちゃうと上に行っちゃうから、これちょっとずつ歩きながら行けってこと。こうやって風に当たらないように、これむずいんじゃない。風出すなよ。あ、でもいい感じいい感じ。で、左に行ける。で、この間、これむずいって、むずい、むずい、いけるいける。で、右行ける。よっ、あっ、押さなきゃ。で、右行ける。で、こっからも腹飛びして風。自分が何を喋ってるのか分かんないさ。難しければ難しいほど僕の頭っていうのは探求するもんですよ。これ制作者クリアしたんか。難しければいいってもんじゃないと知れないって言っていうのさ、誰かがクリアするかもしれないじゃダメなんだ。自分もちゃんとしたんだろうな。この山のてっぺんの部分があるじゃん、ここで幅跳びで、もう一回幅跳び幅跳びでいけると思うんだよな。ただその風が出ない時がない。常に出し続けてるんだよなこいつら。だからさっきみたいにさ、歩いてついていくのが一番いいのかもしんない。もう左に多いな、右今すっからかんなんだけど、とりあえず今の左、あ、これチャンスなんじゃない。来た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 。で、この後この後よ、問題はな、これ幅跳びして生きて行こうか。やっちまった。来て
来た。これは絶対行けるはず。ちゃんとついていこうか。このこれ行け。さあ死にたい救命士よ、食べるぞ。私よくコメントでもらうんですけど、死に耐久がなかったら寂しいなって。この動画を見てるみんなもどうかしてんじゃない人がもがき苦しむのを見てよ。さあこれ中間やった上なんかあるね。でも上は叩きそうにない。なんだこのサンボ。さあ海の海に入っていきましょうか。もうゴールあってもいいんだけどね。まだまだ続きそう。オンオフは変わんない。なになにこのカロちゃんは。ゴジコイの方行ってみる。行ったら正解なんじゃねえの。戻ってきたね。でももうそんなに長くはないはず。もう一回最初からやり直すところなのでね。さあここで左下に落ちるの。いやこのバネいるのか。いやバネは一旦ここでヒップドロップして右を進化しようか。いや危ないね、左を進化だった。なんでこの場所が怖いよ。早く抜けたい。この場所どうしたらよかった。ここつららがあるのね。でこのワープブロックよ。デンジャラース。ワープブロックに入ったらいけなかったんだろうな。なら右上のドアしかないよな。この辺は隠しブロックはない。ここにバネ置いておこうか。バネがあることでさ、なんかまた変な引っかかり方をしてしまうかもしんない。いやでも持っていこうか。いるかもしんない。でこの土管に入ってスター取らなかった。スター取っちゃってバネ持ってるけどこのまま右だーし、こっちはダメなパターンだろ絶対左の土管に入ればいいのかな。さあこの土管に入っていきます。もうこっち以外ないもんな。鍵は鍵は鍵じゃねえよ。ここがちっともわからん。ジャンプできないんですけどいやこのバネを持ってるってことはさ、このバネで上に行けないかな。こっからここにバネを置いて、あこの状態で行けるんじゃない。あなんか行けそう、なんか行けそう。これでいいのか。いや絶対違うと思うけどさあここでボワーってこれ、うん、なんて言ってかわかんないけど、あ終わりかな。これはワンナップやった。これ絶対ゴールだろ。よし頼む、ゴールを見せてくれ。なんて書いてる。 THX って書いてるわけでもないか。ゴール前に罠とか来なくてもいいから。来た来た来た。このコース本当にきつかったね。罠もめっちゃ多いし、ガバありまくりだったしさ、すげえきちくなコースでした。まあでも楽しませていただきましたよ。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。サムネ映えクリボーで埋め尽くしてみた。説明文にクリボーで埋め尽くしただけのコースですって書いてるんですよ。いや確かにサムネを見る限りクリボーで埋め尽くされてるんだけど、左と右に砲台があるじゃん。あの砲台は何なんだろうな。アイテムを出してくれるみたいな。まあそうだったとしても、初手のクリボーの雨をどうやってかわすかっていう話だよな。っていうかこういうコース久しぶりにやる気がするわ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.94%。 あとはゴール条件ですね。どんなゴール条件があるか。クリボーを98台倒してからゴール。え、このクリボー全員倒さなくちゃいけないの。どうやって。いやこれマジどうすんの。どうすんの。隠しブロック以外にないと思う。この辺にないの。始まった瞬間ジャンプしてみようか。じゃーえ、マジで何もないの。ジャンプするでしょ。はいはい、攻略を見つけたぞ。ただブロックがあったからといって攻略法が分かったわけではない。え、これもしかして終わり。あ、いや待てよ、時間がないぞ。時間が残り9秒か。9秒で残り30体。いやこれ時間がマジでないからむずいな。いやあの1匹は最後にしようか。残り何秒。2秒1秒0秒。はい終わり。これ最初のハテナブロックを叩くのが難しいコースだわ。あとはそんなことないと思うんだよな。左から踏んでいこうか。そして右に行けばちょっと時短になると思うんだよね。さあこれで今何体、残り20体か。いや全然間に合うんじゃない。いい子だね君たちは。整列しちゃってやったいや久しぶりにこんなコースを楽しませていただきましたね。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。